白散歩。こんにちは。白散歩をご覧いただきありがとうございます。この動画は八戸市にある図書館の紹介をしていく、ただそれだけの動画です。それでもよろしければどうぞご覧ください。八戸市中心街から百合の木通りへと出て根城方面へ少し歩くと八戸市立図書館がございます。どこにでもある図書館のようでございますが、この図書館は現存する図書館の中で日本最古の歴史を持つ図書館でございます。この図書館の前身となるものは八戸藩の二代目藩主南部直政が作った漢学舎、もしくは八戸藩士の書物愛好会として結成された大仲間という二つの説があるようでございますね。それはさておき、大仲間の出資金により八戸城内の物見櫓を買い取って、明治7年に八戸書籍縦覧所が設立されたことは間違いないようでございますね。購入した物見櫓は解体の上移送したという記録が残っております。日本最初の図書館というわけにはいきませんでしたが、非常に早い時期に設立されています。この書籍縦覧所が様々な歴史の変遷に耐え、今の八戸市立図書館となっていきます。少し紹介させていただきますと、明治期に各所図書館が財政難によって活動を停止していく中、八戸のものも例外ではなく活動を停止しようとしておりました。そこで動いたのが八戸の青年会です。図書館局という部署が書籍を引き取り、施設図書館として運営し、図書館活動を継続いたしました。また大正時代初期の八戸町立図書館は当初来館者がほとんどなく不審だったようです。時代遅れの本しかなく、司書に申し入れないと閲覧ができなかった、これじゃあうんざりするよと当時の新聞にて厳しく書かれております。それが契機となったのか、雑誌などを購入展示するようになると、学生たちが来館するようになり、利用者が増加したようですね。昭和37年には移転することとなり、建物を新築することとなりました。日本図書館協会施設委員会が専門知識を総動員し、設計計画をした初めての案件であり、新時代の図書館建築のモデルケースとして全国の注目を集めたと言われます。この時にはすでにブックモビールと呼ばれる移動図書館の構想があり、その4年後には道の区号と呼ばれる移動図書館を実現させております。公民館などにも廃本所と呼ばれる文館のような場所を作り、住む場所によるサービスの不公平を少なくしようとしています。現在の図書館は昭和59年に旧長者小学校跡地に建築されたものでございますね。40年近く図書館活動をしており、利用者も多いですので、ぜひとも未来へとつながっていってほしいものでございます。いろいろな歴史がある図書館ですので、調べてみると結構面白いものでございますね。以上、八戸市図書館の紹介でした。さて次回は本八戸駅がどうこう言っていましたので、多分それになると思います。まあいつも通り予定は未定でございますので、気長にお待ちください。もしよろしければ次回またお会いいたしましょう。お相手は弱音博でした。博散歩。